こんにちは、駄菓子屋ゲーマー博物館の岸です。今回はね、愛用している電動工具を紹介したいと思います。電動工具を使うとね、作業効率がすごく良くなるんで、ゲーム機種には欠かせないアイテムですね。それでは一個一個紹介していきたいと思います。まずはこちらの電動ドリルですね。こちらの電動ドリルは曜日さんの MD10 ですね。これはね、高校の時に買ったもんですね。ロジャースの浦和店で買ったものを未だに使ってます。物持ちがいいですね。こちらの電動ドリルね、もう AC100V 直接なんで、まあ、パワフルなんですよね。2400回転毎分なので、まあ、パワフルのはいいんだけど、細いドリルを使うとね、ちょっとパワー過剰で折っちゃったりすることもあるんですよね。まあそこがまあ致し返しみたいなところなんですけど、まあでもね、長年愛用しているものなんで、まあ、大事に今後も使っていきたいですね。続きまして、こちらの丸ノコね、こちらの丸ノコは日立工機さんのものですね。やっぱね、板切るのは丸ノコがあると全然効率が違いますよね。やっぱりね、電動工具あるとやっぱ作業速度が上がるんでね、いいですよね。今ね、直してるこちらの国取り合戦も、こちらの、ね、底板がね、腐ってたんですよ。なので板を切って、まあ、全部一から作り直したもんですね。どうしてもね、筐体足元から腐っていくんでね、もうこれ全部底板作り直したもんですね。まあ、その時もこの丸ノコが大活躍しました。普通のね、ノコギリで切ってもいいんだけど、やっぱり丸ノコがあると全然作業効率違いますよね。で続きまして、こちらのディスクグラインダーですね。こちらは人工製作所さんの SDG100D ですね。こちらもね、このディスクがね、変えられるんで、まあ錆落とし、あと金属の切断、あとはまあこれディスクを変えると、タイル切ったりコンクリ切ったりっていうこともできるんでね。これもね、10年ぐらい前に買ったもんかな。でも未だに使えちゃうっていうね。これも3000円ぐらいだったと思いますね。磨くから切断から、使い勝手いいですね。結構おすすめですね。で続きまして、こちらの糸の子ですね。こちらの糸の子はプロクソンさんのやつですね。さっきの丸の子と違ってね、糸の子はまあ曲線切りとか、あとまあ中抜きとか、まあいろいろ、また直線ではない、直線作業では出せないようなね、こう作業ができるんで、まあ、使い分けているんですけど、まあ、こちらのね、糸の子もAC100V の電源なんですけど、ちょっとパワー不足なんですよね。ここがちょっと難点ですかね。あと一応これね、刃を変えると、まあ、金属も切れるっていうことなんですけどね。ちょっとね、こういうポータブルのものなんですけど、まあ、ちょっとパワー不足の点がちょっと、あれかなっていうところですかね。ではね、今回は愛用している電動工具を紹介しました。それでは次の、また次の動画でお会いしましょう。さようなら。全国のちびっこ諸君、給食はもりもり食えよ。ただし、おかわりは1回までだ。